20,064マイクロプロセッサー21,064チップを埋め込んだ名シアルファー21,064はデジタルイクイップメントコーポレーションが開発、製造したマイクロプロセッサであり、アルファ命令セットアーキテクチャを実装している。当初ディクトシップ21,064として登場し、1994年に解消された。コード名 EV4 でも知られている。 1992年2月に発表され、1992年9月から量産出荷された。アルファイサの最初の商用実装であり、DEC が外部に広く販売した最初のマイクロプロセッサである。1993年10月に派生品であるアルファ2 1 0 6 4 a にとって変わられた。最初のアルファプロセッサは評価用で、 コード名を EV3 といった。この評価用チップは DEC の1.0マイクロメートル CMOS-3 プロセスで製造された。これにはフープがなく内蔵キャッシュも1キロバイトだけだった。積極的な回路設計技法がうまく機能するかを確認するための評価用チップである。またシミュレータやエミュレータと合わせて アルファ向けのファームウェアや各種オペレーティングシステムの開発にも使われた。量産版の EV4 は DEC の0.75マイクロメートル CMOS-4 プロセスで製造された。マイクロアーキテクチャ設計はダークメイヤーとエドワード・マクレランである。マクレランが命令発行部の論理設計を行い、メイヤーが他の大部分を設計した。回路実装は ジム・モンタナロが指揮した EV3 を使ってアルファプラットフォーム向けのソフトウェア開発用コンピュータアルファデベロップメントユニットを作り DEC 社内で使用した2万1 0 6 4は1992年2月に開催された第39回国際個体組織回路会議で発表された具体的には1992年2月25日に発表され 1 5 0ヘルツ版のサンプルも披露された。価格は100個で1個あたり3375ドル、1000個までなら1個あたり1650ドル、1000個以上の注文では1560ドルとされた。量産出荷は1992年9月に始まった。1993年2月初め。 150MHz 版の価格は1096ドルに値下げされた。1993年2月25日、200MHz 版が登場。サンプルキットの価格は3495ドル。1万個以上の注文での価格は1231ドルとされた。量産品の注文は1993年6月から受付開始し、 1993年8月から量産出荷を開始。150MHz 版はさらに値下げされ、1993年4月からサンプルキットは3375ドルから1690ドルとなり、1993年7月から量産品は1355ドルから853ドルへと値下げした。1993年9月10日に、 アルファ21066とアルファ21068を発表すると DEC は既存の21064のポジションを調整し新たに 166MHz 版を499ドルで導入した同時に 150MHz 版がも455ドルへと値下げしている1994年6月6日 200MHz 版を31%値下げして544ドルとし、60MHz 版ペンティアムに対抗しようとした。1994年7月3日から 166MHz 版を19%値下げして404ドルとした。α21064 は DEC のマサチューセッツ州ハドソンとスコットランドサウスクイーンズフェリーのファウンドリで生産された。 1> 2 1 0 6 4は、主にワークステーションやサーバに採用された。以下のような採用例がある。登場した1992年から1993年まで2 1 0 6 4は、世界最速のマイクロプロセッサだったが、IBM のパワー e 2に追い抜かれた。パワー e 2の性能を超えたのは 275MHz の2 1 0 6 4 a で、 1993年10月のことである。α21064 は、スーパーパイプライン型で2命令同時発行の、スーパースケーラ型マイクロプロセッサで、インオーダーで命令を実行する。4個の機能ユニットに対して、クロックサイクルごとに、最大2個の命令を発行できる。整数パイプラインは7段で、不動小数点パイプラインは10段である。 最初の4段までは、両者で共通であり、iBox で実装している。iBox は制御装置であり、命令をフェッチし、デコードし、発行すると同時にパイプラインを制御する。第1ステージでは一時命令キャッシュから2つの命令をフェッチする。第2ステージでは、iBox 内の論理回路で、分岐予測を行う。静的予測と動的予測のいずれかを使用する。 性的予測では、分岐命令のディスプレイスメント部の符号を調べ、負の場合は分岐すると予測する。動的予測では2048エントリの1ビットの分岐履歴テーブルを調べ、対応するエントリが1なら、分岐すると予測する。動的予測を使った場合の分岐予測の当たる、確率はおおよそ80%である。分岐予測が外れた場合のペナルティは4サイクルである。 第3ステージでは2つの命令の命令で行動を行う。第4ステージでは2つの命令で必要とするリソースが使えるかどうかを iBox がチェックする。リソースが利用可能ならその命令を発行するが同時に発行する2命令の組み合わせには制限がある。どういう命令が組み合わせ可能かは それら命令が使用する整数レジスタファイルのリード、ライトのポート数で決まる。2064が同時に発行できる命令の組み合わせは、整数演算命令と不動小数点演算が命令、任意のロード、ストア命令と任意のその他の演算が命令、整数演算が命令と整数分岐命令、不動小数点演算命令と不動小数点分岐命令である。 不可能な組み合わせは2種類あり、整数演算命令と不動小数点ストア命令、不動小数点演算命令と整数ストア命令である。2つの命令が不可能な組み合わせの場合、1命令だけ発行し、残る命令を発行するまでパイプラインの最初の4段がストールする。リソースが利用可能でない場合や依存関係問題が発生した場合、命令を発行できないので、 パイプラインの最初の4段がストールする。iBOX には仮想アドレスを物理アドレスに変換する2つのトランスレーションルックアサイドバッファーが含まれる。これらの TLB をインストラクショントランスレーションバッファーズと呼ぶ。イットブスには命令、フェッチで最近使ったページテーブルのエントリーがキャッシュされている。2つの ITB とは8キロバイトページ用の8。 エントリーの ITB と 4MB ページ用の4エントリーの ITB である。どちらもフルアソシアティブで、置換アルゴリズムとしては、最後に使われたエントリー以外を置換する方式である。第5ステージから、あらゆる命令の実行が始まる。第4ステージで、レジスタファイルからのリードを行っておく。第5ステージ以降のパイプラインは、ストールできない。 整数演算ユニット整数演算ユニットは整数演算命令を受け持つ整数レジスタファイルと e-box で構成されているイヤーフには32本の64ビットレジスタがあり4つのリードポートと2つのライトポートがあるこれらポートは整数演算ユニットと分岐ユニットに同数ずつ配分されている e-box には 加算器が一つ、論理演算ユニットが一つ、バレルシフタが一つ、乗算器が一つある。乗算と、シフトとバイト操作を除く多くの、整数演算命令は、第5ステージで実行を完了するので、レーテンシは1サイクルである。バレルシフタはパイプライン化されているが、シフト命令とバイト操作命令は、第6ステージの最後まで完了しないので、レーテンシは2サイクルとなる。 乗算機は回路面積を節約するためパイプライン化されていない。そのため乗算命令の0点子はオペランドの値によって19サイクルから23サイクルまで変化する。第7ステージで整数演算命令は結果をイヤーフに書き込む。アドレス演算ユニットアドレス演算ユニットは A ボックスとも呼ばれロードストア命令を実行する。アドレス演算ユニットと 整数演算ユニットを同時に使えるようにするため、ロード、ストアの実行アドレスを計算する、加算器を A ボックスにも備えている。仮想アドレスを物理アドレスに変換するため、32、エントリーのフルアソシアティブなトランスレーションルックアサイド、バッファーを使用する。この TLB を、データトランスレーションバッファーと呼ぶ。 2 1 0 6 4は43ビットの仮想アドレスと34ビットの物理アドレスを実装しており、仮想アドレス空間は 8TB まで、物理アドレス空間は 16GB までアドレス指定可能である。ストア命令の結果は3 2ト4エントリのライトバッファでバッファリングされる。連続なアドレスへの書き込みはライトバッファ上でマージされるので、 バッファリングによって遅延が生じるものの、バス上のライト回数を減らす効果がある。そのため、バストラフィックが軽減され、ロードも高速化される。不動小数点演算ユニット不動小数点演算ユニットは、不動小数点数レジスタファイルと F ボックスで構成される。フランスフランには32本の64ビットレジスタがあり、 リードポートが3つ、ライトポートが2つある。F ボックスには、不動小数点演算用パイプラインとパイプライン化、されていない除算ユニットがある。除算ユニットは1サイクルに1ビット結果を出力する。第4ステージでは、不動小数点数レジスタファイルからデータを読み込むと、それを仮数部、指数部、符号にフォーマットする。加算命令の場合、 まず加算器で指数部の差分を計算し、結果を正規化するために、仮数部の桁合わせを行う準備をする。第5および、第6ステージで、加減算の場合は正規化のためのシフトを行い、スティッキービットの計算を行う。乗算は、パイプライン化され2 w a インターリーブされた配列を使い、奇数8のブースの乗算アルゴリズムを使用する。 第8ステージで最後の加算を行い、並行して丸めを実施する。第10ステージで結果をフランスフランに書き込む。このパイプラインで実行される命令の0点子は6サイクルとなる。単精度と倍精度の除算は、パイプライン化されていない除算ユニットを使用し、0点子は、それぞれ31サイクルと61サイクルである。2064には、 8キロバイトのデータキャッシュと8キロバイトの命令キャッシュという2つの一時キャッシュが内蔵されている。どちらもダイレクトマップ方式で1サイクルでアクセスでき、ラインサイズは32バイトである。6トランジスタの SRAM セルで構成されており、98マイクロメートル2の面積を占めている。1024セル66セルという形で構成されており、 上端の2列は上調性を持たせるために用意されている。二次キャッシュはオプションで外付け可能で 128KB から 16MB までの容量をサポートしている。プロセッサの内部クロック周波数の3分の1から16分の1の速度で駆動し、200MHz なら 12,5MHz から 66,67MHz となる。 ダイレクトマップ方式で、ラインサイズはデフォルトでは128バイトであり、ラインサイズをもっと大きくすることもできる。二次キャッシュにはシステムバス経由でアクセスする。外部インターフェースは128ビットのデータバスであり、内部クロック周波数の半分から8分の1の周波数で駆動する。バス幅は変更可能で64ビットにすることもできる。 アドレスバスは34ビットである。21064のパッケージ総トランジスタ数は168万個である。最初の EV4 は DEC の CMOS-4 プロセスで製造されており0.75マイクロメートルルールとなっていて3層のアルミニウム配線である。 寸法は 13.9mm×16.8mm、mm、で、面積は 233.52mm である。あとの e v 4 s は c m o s 4 s プロセスで製造されており、0.675マイクロメートルルールを採用して CMOS-4 から10%縮小している。こちらの寸法は 12.4mm×15.0mm、mm、で、 面積は186平方ミリメートルである。21064の電源電圧は 3.3V である。EV4 では 200MHz の時最大 30W の電力消費となる。EV4S の場合、150MHz の時 21.0W、166MHz の時 22.5W、200MHz の時 27.0W となる。 20,064のパッケージは431ピンでアルミナセラミックス製のピングリッドアレイであり、寸法は 61.72mm×61.72mm 61.、mm、である。431ピンのうち291ピンが信号線で、140ピンは電源、または設置用である。ヒートシンクはパッケージに自付けする形でタングステン製。 ヒートスプレッダーから突き出ている2つのスタッドで固定する。α21064A は当初ディクトシップ 21064A と呼ばれ、1993年10月に α21064 の発展版として登場した。動作周波数は 200MHz、225MHz、233MHz、275MHz、 三百メガヘルツがある。二百二十五メガヘルツ版は、一九百九十四年七月六日に二百三十三メガヘルツ版で置き換えられ、二百三十三メガヘルツ版。登場当初の価格は五千個注文で、単価七百八十八ドルと、二百二十五メガヘルツ版から十パーセントほど値下げしていた。同日、二百七十五メガヘルツ版の価格も二十五パーセント程度値下げしている。 300MHz 版が発表されたのは1995年10月2日で、同時にサンプル出荷が始まり、1995年12月から量産出荷となった。2064A-275PC というモデルもあり、Windows NT、または NT のメモリ管理モデルを採用した OS しか動作できない品種である。2064A は、 アルファマイクロプロセッサのハイエンドとして21064にとって変わった。ハイエンドのシステムでよく採用されており、DEC 以外では以下のような採用例がある。21064に対していくつかのマイクロアーキテクチャ上の改良を施している。一時キャッシュは 2way セットアソシアティブへと強化され、容量も命令、データともに2倍の 16KB とし、 パリティによるタグ及びデータの誤り検出を追加している。不動小数点数の除算ユニットが強化され、0点子が平均で半分になった。分岐予測は4096エントリーで2ビットの2、レベル分岐予測に強化された。ートランジスタ数は280万個で、寸法は1 4 5 m、mm、m 1 0 5ト、mm、ル、面積は152.25平方ミリメートルで、 ある。DEC の第5世代 CMOS プロセスである。CMOS-5 プロセスで製造され、0.5マイクロメートルルールで4層のアルミニウム配線である。α21066 は当初ディクトシップ21066と呼ばれ、α21064 の低価格版として1993年9月10日に発表され、 1994年初め頃から量産出荷された。当初 166MHz 版で5000個注文時の単価が385ドルだった。組み込みシステム向けの 100MHz 版も存在した。サンプル出荷は1994年後半に始まり、1995年第3四半期から量産出荷を開始した。マイクロプロセッサレポート紙によれば、 20,066は PCI コントローラーを内蔵した世界初のマイクロプロセッサだった。主に Windows NT の動作するパーソナルコンピュータをターゲットとしていた。DEC はデスクトップ PC のマルチや OEM 用マザーボードアクスプ C33 ワンボードマイコンアクスプバムで採用している。DEC 以外ではアスペンシステムズのワークステーションアルパイン。 カララコンピューターズのワークステーションパンテライ、ネコテイクの PC であるマッハ1から166、パルシスのスーパーコンピュータトランスアルファ TA9000 シリーズといった採用例がある。プロセスを縮小させたため、組み込みシステムのコスト低減を図った機能を追加することができた。二次キャッシュと ECC をサポートしたメモリコントローラー。 8MB のブルームに対応した限定的なグラフィックスアクセラレータ機能、PCI コントローラ、外部から 33MHz のクロック供給を受けて内部クロック周波数を発生する位相動機回路、クロックジェネレータといった機能を内蔵している。メモリコントローラは 64KB から 2MB までの二次キャッシュと 2MB から 512MB までのメモリをサポートする。 ECC は1ビット、2ビット、4ビットの誤りを検出し、1ビットの誤りを訂正できる。コスト低減のため、システムバスを64ビットに限定し、ピン数とパッケージサイズの縮小につながっている。バス幅縮小により、帯域幅も低くなっており、性能も20%ほど低下しているが、許容範囲とされていた。 ソートランジスタ数は175万個で、寸法は 17.0mm×12.3mm、mm、面積は209.1平方ミリメートルである。CMOS-4S プロセスで製造され、0.675マイクロメートルールで3層配線である。パッケージは287ピン PGA で、57.404mm57.404mm 57.、mm、である。 DECα21066Aα21066A は 21064A の低価格版である。1994年11月14日に発表され、同日から 100MHz 版と 233MHz 版のサンプル出荷を開始した。量産出荷は1995年3月からである。発表時、 5000個注文での単価は175ドルと360ドルだった。後に 266MHz 版が追加された。三菱電機がセカンドソースとなり M36066A を生産した。1994年11月に 100MHz 版と 233MHz 版の生産を発表している。発表時。 サンプル出荷は1994年12月、量産サンプル出荷は1995年7月、量産出荷は1995年9月と予定されていた。233MHz 版は1000個注文で単価490ドルとされていた。21064円をベースとしているが、一時キャッシュはそれよりも小さい。パワーマネジメント機能を備えており、 ソフトウェアから動作周波数を変更できる。DEC は21066を使っていた各種製品で 21066A を採用した。DEC 以外ではタッドポールテクノロジーがノートパソコンアルファブック1に 233MHz 版を採用した。ソートランジスタ数は180万個で、 寸法は 14.8mm×14.8mm 14.、mm。面積は161.32平方ミリメートルである。DEC の第5世代 CMOS プロセスである CMOS-5 で製造され0.5マイクロメートルルールで3層配線となっていた。三菱電機の M36066A も0.5マイクロメートルルール3層配線で製造された。 α21068 は21066から派生した組み込みシステムに特化した製品で当初ディクトシップ21068と呼ばれていた。21066と全く同一だが動作周波数を下げて消費電力とコストを低減している。サンプル出荷は1993年9月10日から量産出荷は1994年初め頃からである。 6 6ヘルツで駆動し、消費電力は最大で9トである。当初5000個注文で単価221ドルとされていた。1994年6月6日、16%値下げして186ドルとすることを発表し、1994年7月3日から実際に値下げした。DEC では、 OEM 向けマザーボードアクスプ C33、ワンボードマイコンのアクスプガム64と64、LC で採用した。α21068A は 21066A から派生した組み込みシステムに特化した製品で、当初ディクトシップ 21068A と呼ばれていた。動作周波数は 100MHz である。2 1 6 4と2 1 6 4 a には、当初、 標準チップセットが存在しなかった。DEC では特製の ASIC を各コンピュータシステムで使っていた。このことはサードパーティがアルフーを採用した場合の開発コストを押し上げる要因となっていたため DEC は標準チップセットディクトシップ2万1七7 0を OEM 向けに開発した。 20,072は2つのモデル DictShip 20,071と DictShip 20,072がある。20,071はワークステーション、20,072はハイエンドワークステーションとローエンドサーバーをターゲットとしている。両者の違いはメモリサブシステムで20,071のメモリバスは64ビットで最大 2GB までのパリティ付きメモリをサポートし、 2 1 0 7 2は128ビットバスで最大 4GB までの ECC 付きメモリをサポートしている。チップセットは3種類のチップで構成される。二次キャッシュ及びメモリコントローラのコマンチェ、データバススライスのデケード、PCI コントローラの EPIC である。デケードはデータバスの32ビット幅部分を実装したもので、2 1 0 7 1ではそれを2個。 20,072では4個使用する。EPIC は3 2ビット p c i バスと64、1 2 8ビットのシステムバスとのインターフェースを提供する。2万0 7 0は1994年1月10日にサンプル出荷を開始した。5,000個注文時の単価は、20,071は90ドル、20,072は120ドルである。 2万0 7 0を採用した例としては、カララコンピューターズのワークステーションパンテラがある。DEC では、アルファステーションやシングルプロセッサのアルファサーバーの一部機種で採用した。ありがとうございます。